この舞浜という漢字2文字に一体何万人もの人々が踊らされたのでしょうか。皆さんおはようございます。パクスエレンです。ここは JR 東日本京葉線の東京駅、京葉地下ホームのすぐ上のところまで来ています。発車表のところ、武蔵野線の一番上のところを見ると、10時ちょうど発の特急若潮5号阿波鴨川駅が出発すると出ています。本日はこの特急若潮号に乗って阿波鴨川までは行きませんが、上総一宮まで向かいたいと思います。房総方面の特急列車は、一昔前までは、水郷とか、あやめとか、さざなみ、それから若潮、詳細などたくさんあったんですが、現在では高速バスや東京アクアラインなどの影響で、ほとんど、特に内房方面、さざなみ号については絶滅状態にあり、また外房特急若潮号は現在でもお客さんが少ないながら、毎時一本の運転を、なんとか日中に関しては確保しているものの、ただ、どうしてこんな重量をつないで走ってるのか、というぐらいにお客さんがいないんですよね。使用されております、こちらの車両は E257系の500番台で、普通車を基本としたオールモノクラスの5両編成です。この E257系の一世代前に255系というのが9両編成グリーン車を連結した、この257系よりも少し豪華な編成でデビューしているんですが、それでも需要に見合わないほどのキャパシティの大きさだったということで、この E257系500番台は最短5両編成で特急列車を運転することができるようになっています。今回は自由席を使います。車内に入りまして、床がこんな白くなってますけど、これはおそらく房総半島の白い砂浜をイメージしてるんじゃないかなと思います。車内も全体的に明るい雰囲気。では座席周辺のご案内も皆さんにしたいと思います。座席の背面テーブルは、こちらは JR 東日本の特急列車の標準的な大きさですよね。E653系とかも大体このようなサイズだったかと思います。パソコンとかを広げるにはこのテーブルがいいんですかね。で、今回は車椅子用スペースの座席のすぐ前のところに座ったので、このように、これ座席をね、回転すると、一部の座席は前にテーブルがないっていうことになりますんで、それを回避するためにインアームテーブルが一部の座席には装備はされています。ですから、ここの席に座れば、インアームテーブルを使うこともできるし、この背面テーブルを使うこともできると、用途に合わせて使い分けるといいですね。パソコンを使いたい時には背面テーブルを取り出して、そしてお酒やおつまみなんかを手元に置いておきたい時は、インアームテーブルを使うと。そうやって使い分けると結構便利に使えるんじゃないでしょうか。列車は東京駅を出発。この先、海浜幕張、蘇我、大網、茂原、上総一ノ宮、大原、御宿、勝浦、阿波小港、終点阿波鴨川の順に停まります。先ほどもご案内しましたが、房総方面の特急列車はいずれも現在縮小傾向にあります。若潮号と潮西号は一応頑張って運行本数を維持できてはいるものの、さざなみ号は平日の朝と夜のみの運転となり、また鹿島線方面の特急列車あやめ号、水郷号については、現在特急あやめ祭りという名前で毎年5月、6月のあやめの観光シーズンにのみ運転されている以外は運転がありません。高速バス、それから東京湾アクアラインの開業などによって、どんどんお客さんがそういった安くて早い高速バスに流れているからです。 JR 東日本も高速バスに対抗して、特急若潮号や潮西号に 40% 引きで乗ることができるエキネット特ダネ40とか、そこまでの割引は受けられなくてもかなり定価よりは安く乗ることができる房総料金回数券など様々発売をしてはいるんですが、それでもやはり高速バスの方が有利ということで、結構この千葉県方面に僕知り合いが何人か住んでるんですけど、みんな東京方面に行くときは、だいたい高速バスを使うって言ってましたね。特急を使うっていう人は、僕は知らないですね。僕の知り合いの中には少なくとも東京方面に行くとき特急を使うという人はいませんでした。内房方面の特急ささなみ号は、立山自動車道の開通に伴う高速バスの高速化、また運賃の大幅値下げにより、現在では、君津から先、立山まで行く特急ささなみ号は、新宿からの新宿ささなみ号が土曜休日に走っているのみですが、ただ潮西号と若潮号についてはそれぞれ銚子とか阿波鴨川とかそういった千葉県の端っこの方にまでまだギリギリ高速道路が到達していないので、高速バスをそこまで早く走らせることができないんですね。なのでギリギリ高速運転をすることができる特急列車の戦う余地があるんですが、ただ今後どんどん高速道路なんかもね、圏央道とか東関東道とかたくさん延伸されるでしょうから、そうするとどんどん高速バスも高速化、そして時間短縮がなされて、特急列車の出る幕はほとんどこれからなくなってしまうんじゃないかなと思います。もしかしたらね、さざなみ号みたいに平日の朝夜のみ定期の若潮号は運転して、阿波鴨川まで行くやつは土日の新宿若潮だけですよとか、もうそういうことにもなりかねないんじゃないかなと思います。列車はこちら葛西臨海公園を通過中、ここで先行していた各駅停車を1本追い抜きます。結構葛西臨海公園だと特急列車が普通列車を追い抜くという光景をよく見ることができます。江戸川を渡って東京都から千葉県に突入、
最初の通過駅が舞浜です。舞浜といえばこちら東京ディズニーリゾートの最寄り駅、目の前に見えているこちらは別にこれアトラクションとかいうわけではなく、ディズニーリゾートホテルって言ったっけな、ちょっと僕もね全然ディズニーに詳しくないんですけど、あの中学校3年生の卒業遠足でディズニーシーにあの人生で初めて行かされたんですけど、でもそれ以来ですかね行ってないの。僕あんまディズニーとか興味ないんですけど、まあでも、うん、まあうーん、あれなんですよね。電車に乗って楽しい人がいるように、ディズニーに行って楽しい人も、まあ、きっとたくさんいるんでしょう。列車は舞浜駅を通過中。舞浜駅の前後、ホームを拡張する工事というのをやっているんですが、これは別に京王線を、編成を増強するとかそういうわけではなくて、で、ホーム上の混雑を緩和するために、新木場方面の列車と、蘇我方面の列車で、停車する位置を分けるために、ああいうホームの延伸工事をしているんだそうです。向こうの方に消えていく高架橋はディズニーリゾートライン。ディズニーリゾートをぐるっと囲む一方通行のモノレールです。ちょうどいい感じにモノレールが来てくれればいいなと思ったんですけど、あれタワーオブテラーってやつですよね。で奥にはプロメテウス火山もあります。このバック、山バックでね、モノレールが来てくれたらすごいかっこよかったと思うんですけどね。さて、舞浜を出ると結構ね、工場の中を突っ走るようになりまして、そしてマンションが増えてきました。この駅は新浦安です。新浦安でも先行の各駅停車を1本追い抜きます。やっぱね、若衆号ってそれなりに速い特急なんですよ。結構房総方面の特急列車って遅いイメージが皆さんあるんじゃないかなと思うんですけど、意外とね、若衆号とか潮騒号っていうのは前の列車をバンバン追い抜いていって楽しい列車です。さあ今線路が合流してきましたけど、こちらは武蔵野線です。まあ、武蔵野線といってもまあ本当は法律上は京葉線なんですけどね。こちら今向こうに武蔵野線の電車が止まってますけど、あの電車はさっき合流してきたあの線路を使って西船橋の方からやってきました。ただいま通過したあの駅は南船橋です。南船橋とか西船橋とか新船橋とか結構ねなんちゃら船橋みたいな駅がこの辺たくさんありますので、結構紛らわしいんですよね。あの西船橋、あれ南船橋はどっちだっけみたいなこともよくあります。今度こちらの駅は新習志野です。新習志野止まりの各駅停車というのが結構京葉線では多くあります。これは別に新習志野が主要駅とかそういうわけではないんですけど、あ、でもミスターマックスがあるから主要駅か。で、この新習志野のすぐ近くには、これですね、京葉車両センターといいまして、京葉線、それから武蔵野線の車両を置いておくための車両基地があります。で、ここに入るために新習志野止まりにされた各駅停車というのも結構あります。向こうには武蔵野線の電車が止まっていて、それからこっちは、京葉線の E233系、昔は201系とか205系ばっかり止まってて、もう本当にね、あの、こんな、綺麗な新しい景色の中でなんでこんな電車だけボロいのかという感じだったんですが、最近では電車もほとんどみんな新しくなってきました。列車はまもなく海浜幕張に到着はします。このグラウンドのすぐ近くに海浜幕張があって、こんな感じですね。海浜幕張停車と書かれています。ここで乗務員の交代をやったのかな、車掌さんが言いましたけど、あれはでも多分海浜幕張から蘇我に行くためにこの若潮号に便乗しようっていう、そういうあれなんですかね。海浜幕張を出発、この海浜幕張で結構お客さんが降りていきました。まあ、そもそもそんなに若潮号のこの僕が乗っている2号車お客さんが乗ってなかったんですけど、多分ね、全体の6割7割ぐらいはこの海浜幕張で降りたんじゃないかな。快速で行くとちょっと時間がかかりますので、まあ、自由席520円ですから、じゃあ500円ちょっと払って特急で快適に海浜幕張まで行こうかな。そういう需要も結構あるみたいですね。特急若潮号では蘇我までの短期間需要というのが非常に大きいです。そして今度は蘇我の一つ手前、千葉港の駅を通過します。この千葉港でも先行の列車を一本追い抜いたんですが、先行の列車がなんとこれでした。京葉線で1本しか在籍していない209系、京葉34。僕のチャンネルでもね、あのなかなか京葉34取り上げたいんですけど、運用がよくわからなくてちょっと取り上げられてないんですよね。今度また京葉34にフォーカスを当てた動画とかも作ってみようかなと思います。こちらは千葉ポートタワーといいまして、まあ、あの横浜のマリンタワーみたいなもんですよね。このように全面ガラス張りになっていて、建物の高さが比較的低い千葉港の周辺ではかなり目立つ建物です。ですから、あの上の方に展望台があるんですけど、あそこから千葉港の景色とか千葉市街地も見えるはずです。まもなく列車は蘇我駅に到着します。蘇我の手前で大きく右カーブをするので、このように前の方の号車っていうのがよく見えます。結構ね、僕この景色好きなんですよ。185系が引退する前とかも湘南ライナーでね、あの大船のマンションカーブのところから、あの後ろの号車から前の号車見て、おおすごいすごいすごいとかやってましたね。懐かしい。さあそして列車は蘇我に到着です。蘇我の近くにはあのジェフユナイテッド千葉っていう JR 東日本がスポンサーをやってる J リーグのサッカーチームがありまして、その関係でこの蘇我駅の発車メロディーはオーバーって言ったかな、そのジェフユナイテッド千葉っていうサッカーチームの応援歌になっているんだそうです。ドアを閉めて蘇我を出発。ここから先列車は外房線に入ります。この蘇我ではもうほとんどのお客さんが降りてしまいまして、
この2号車に乗っているお客さんはおばさんが1名、おじさんが1名、クソガキが1名の合計3名になってしまいました。反対側のホーム、あちらには E21 だらけの快速電車が止まっていますが、あれは内房線に向かうものではなく、これから外房線に向かうものです。これから先、大網まであの電車は各駅に止まるので、ここで特急列車を先に通すんですね。あちらの快速電車は上総一ノ宮駅になっています。蘇我の先で外房線と内房線が分かれます。外房線は桂方面、内房線は立山方面にそれぞれ向かい、内房線は東京湾沿い、外房線は太平洋沿いをぐるっと回って、そして阿波鴨川でそれぞれが落ち合います。外房線に入ってから結構列車のスピードが上がりまして、おこれは速いなと。外房線の最高時速が130キロ、車両側はねこの E25 なんだけど130キロ出せる仕様になってるんですけど、線路側が130出せたかどうかは分からないんですが、ただ雰囲気的にねちょっと常磐線にちょっと乗ってた感じが似ていたので、おそらくは外房線も130キロ対応の路線になっているんじゃないかなと思います。でまた外房線は主要幹線の割にはロングレール化工事といって、レールっていうのは1本25メートルなんですけど、それを溶接して何キロもあるような長いレールにするんですよ。普通はね乗り心地を向上させるためにガタンゴトンっていう音が結構乗り心地の悪化につながりますんで、なのでその乗り心地を悪化させないためにレールのつなぎ目を溶接して長いレールにするということがよくあるんですけれど、外房線ではそういうことをよくやってないみたいで、この千葉の周辺でも普通に25メートルのレールが敷かれているみたいですね。ロングレール化工事をしていないとやはり列車の揺れは大きくなりますし、それからガタンゴトンという音で周辺の環境も悪化してしまいますが、ただやっぱ鉄道マニアの身からするとやっぱロングレールじゃなくてこういう25メートルレールを使ってくれた方がね、ガタンゴトンガタンゴトンっていう速いペースでこのガタンゴトンという音がきますんで、あこの電車速いなぁと、そうやって自分は今速い列車に乗っているんだということを感じることができます。現在通過中のこの駅はホンダです。カマートリ、ホンダ、時計、この3駅は千葉市の緑区であってるんですかね、千葉市内にある駅なんですが、非常に最近利用者数が増えてきまして、総武線から来る快速列車はこれらの駅全て止まることになっています。それから朝と夜に運転されている特急若潮号も一部列車が確か時計だったと思うんですけど、蘇我とプラスアルファもう一駅止まることになります。千葉市の人口はだいたい100万人は行ってなかったと思いますけど、90万人ちょっと、結構な都会ですが、でも市の端っこの方まで行ってしまうとこのように緑が豊かな、まあ、ちょっと田舎チックな雰囲気になってきます。なんかちょっと千葉らしい雰囲気ですよね。何をもって千葉らしいと言えるのかどうかは分かりませんが、でもこの景色を見るとあ千葉に来たんだなと僕は感じます。車内も静かで乗り心地も良く、まあ、ちょっと揺れはね常磐線とか中央線に比べると大きいですが、それでも十分快適です。列車は大網白里市に入りまして、大網駅に到着です。ここで東金線と乗り換えることができます。大回りをするときに結構ね、大網は世話になる駅なんじゃないかなと思います。この大網でさらに一人お客さんが降りていき、さっき蘇我を出るところでおばさん1名、おじさん1名、クソガキ1名って言ったと思いますけど、そのおばさん1名が降りられまして、そして車内には僕とそれからもう一人おじさんだけが乗っていることになりました。大網を出発、向こうに200休憩がちらっと見えましたけど、あれが東金線の電車です。大網駅は東金線鳴門方面と外房線桂方面の分岐駅ですが、まあ、このようにホームが結構離れてるんですよね。通勤快速の京葉線から来る鳴門桂駅っていうのがあるんですけど、それはこの大網駅では分割をすることができないので、さっき通過した本田の駅で、あそこで鳴門行きと桂駅を連結したり切り離したりということをしています。この辺りは東京から64、5キロ来たところなんですが、それでも家はたくさん建ってますね。人も結構住んでいるみたいです。この駅はこれは長田かな、長田だと思うんですが、長田は総武快速線は止まりません。京王線の快速電車は止まるんですが、総武快速は通過します。それでもこの家の数ですからね、結構この辺も人がたくさん住んでるんだなということがわかります。そしてこちらは茂原ですが、茂原はさすがに大都会です。この茂原駅の周辺は高架化されていまして、高架化されているということは鉄道が邪魔になってしまうぐらい人の流れが活発であり、まだ人の流れが活発であるということはそれだけ人口が多いということです。実際茂原の人口はそれなりに多くてですね、実際茂原っていうのは結構な都会でして、朝には茂原始発と特急若潮号なども運転されています。駅前もかなり発展してますよね。茂原を出発するとまたこのようにちょっと片田舎なところを走るわけですけれど、これも間もなく終わり、上総一ノ宮から先はまたもうちょっとテイストの変わったようなところを走るんですが、ただ僕は今回上総一ノ宮までしか乗りません。1号車から5号車は次の上総一ノ宮から先、大原、御宿、勝浦、阿波小湊、終点阿波鴨川までご利用のお客様は
東京を出てから1時間2分、列車は上総一宮までやってまいりました。この駅で後ろ寄りの5両1号車から5号車が上総一宮止まりの車両として切り離されます。またこの上総一宮は外房線の運行上の拠点で、この駅を境に千葉東京方面と勝浦安房鴨川方面で普通列車が系統分離されています。この後ろ寄り5両はこの駅で切り離されて、そして留置線に入るんですが、なんとこの5両から降りてきたのは僕たった1人だけでした。こんな5両も繋いでて降りてくるのが乗客たった1人、すごいなと思いましたけどね。まあ、それだけこの上総一宮までの区間の需要というのが大きいということです。さあ、ドアを閉めて前寄りの5両が切り離されて出発します。この上総一宮から先、安房鴨川まで5両編成であの列車が行って、そしてまた安房鴨川の留置線で昼寝をした後、また夕方になって、確か16時半ぐらいだったと思いますけどね、東京駅の若松号としてあの列車が上総一宮までやってきて、そしてこの上総一宮で今切り離した車両ともう一度連結して、そして東京まで走るということになります。てなわけで今回は途中の駅で編成を半分切り落とす変な特急列車に乗ってきました。この若松号は上総一宮で1日2往復連結切り離しをする運用がありますんで、皆さんもぜひ時刻表でね、ちょっと上総一宮で長めに止まる列車があったら、それがおそらくはこの上総一宮で連結切り離しをする列車ですから、ぜひそれを狙って乗ってみてください。それでは今回はこの辺で失礼します。ご視聴ありがとうございました。